以前この記憶について聞かれたな。なくしたと伝えていたが、あれは嘘だ。間違った教訓を得てしまわないか心配だったのでな。この男は多くの人生を歩み、多くのことを教えてくれた。我々の仲間になった時、彼は泥棒だった。バグダッドの路上でひたむきに暮らす彼は、良い未来が自分と、辺境で苦しむ人々に訪れることを夢見ていた。彼が生きていたのは黄金時代、栄華を迎えていたアッバース朝だ。その絢爛の裏に腐敗がはびこっていた。古き結社は猛威を振るい、残虐行為を繰り広げた。まだ隠れし者だった我々は抗った。影から敵を襲撃しながらな、終わらぬ闘争だ。かつてその中心に彼はいた。バシム・イブン・イスハーク、信条を重んじり信条に挑んだ。見習うべき我々は歩む影、奉仕するべき光と履き違えかねない。我々もいつか試される時が来るだろう。その時は近いのかもしれない。深呼吸。またジンに？今度は何が望みだった？骨から肉を剥ぎ取られ、腹綿をむさぼられた。多くを語らないくせに痕跡だけは残してくる。やつが肌を這う感触が今もある。目新しさがないって言ってあげたら。とりあえずジンニーのことは忘れよう。今日も仕事が始まる。デルビスがまた依頼を持ってきた。依頼主は？また彼ら？ラクダに水を売った方がまだ稼げるよ。おいね、ハル、使命感はないのか？使命で腹は満たせない。ああ、でも魂は豊かになる。先に出てるから。日が落ちてきたね。デルビスを待たせたくない。また説教されるのはごめんな。今回の依頼もそうだけど、デルビスはあなたに頼りっぱなしだね。俺を信頼してるんだ。彼から信頼されてるのは確かだけど、依頼主の方はどうなの？謎だらけの相手だよ。そろそろ信じてくれるさ。ならそれを形にしてもらわないとね。報酬が危険に全く見合ってない。彼らは解放者だね、ハル、商人じゃない。知ってるよ。でも解放の報酬なら食べていけるくらいなきゃ困る。
依頼のことだけどさ、別におせっかいで言ってるわけじゃないからね。あなたのことが心配なだけだよ、バシム。俺だって抑圧者に立ち向かえる隠れし者のようにな。未来の英雄にでもなったつもり？新たなギルガメッシュの誕生？まさか。俺は単なる役人の息子だ。そしてその役人は民のために生涯を捧げ、評価もされず忘れ去られた。でもお前がそう考えてくれて嬉しいよ。目指すは英雄ってことだな。全然伝わってないね。違うのか？すごい人だね。何か大事なことでもあるのかな。カリフが冬の宮殿に呼び出されたんだ。カリフの裕福な付き人に民衆が群がってるんだろう。へえ、裕福ならお布施をしてくれるかもしれないね。なあ、言いたいことは分かった。つまり小手先の技の出番というわけだな。依頼で食べていけないならカリフに養ってもらおう。あの商人、財布を机の上に置き忘れてる。手始めにちょうど良さそう。気づかれる前に立ちたろう。準備して、私がカムを見定める。目利きと早業しか。厄介な二人組だな。あら、バシム。あいつだ、あの浮かれた男。金目のものを持ってそうだよ。抜き足差し足。次は露店のそばにいる女。金を受け取ってた。あら、バシムじゃない。やったね。まさにアンバールの大盗賊だ。嫉妬してるのか？まさか。財布の大泥棒様。うるさいな。デルビスを待たせてるから行くぞ。元気そうだ。今日はどんな話を聞けるんだろうね。どうせ森に持った話だ。今日はどうだった？アミー、膝の調子は？治ってきたよ。包帯を巻いて静かにしてた。よかった。そのまま無理に動かさないようにしてれば、日を追うごとに良くなっていくはずだ。こんな治し方を知ってるなんて、お前も経験があるのか？擦り傷や打撲の経験は俺にもあるけど、防止策を学んだんだ。お前もそうした方がいい。例えばそのサンダル、そこが擦り切れてる。動くたびに滑って膝に負担がかかってしまうぞ。もっといいものが欲しいな。足に合いそうなやつを。だけど簡単には見つからない。モスクに山ほどあるさ。今よりもいいサンダルがきっと見つかるなあ。もしよかったら。
俺を当てにするな。それはお前とアッラーの問題だろう、サディーク。いらっしゃい、バシム。ねえねえ、こっちに来て。セーフミー。バシム、カリフが宮殿に入ったぞ。お前も見たのか？いや、市場であいつの商人たちは何人か見かけたけどな。俺は近くで見たぜ。アルムタ・ワッキルは想像より何倍もでっかくてさ、まさに大男だったよ。そりゃそうさ。カリフは俺たちが滅多にありつけない最高の香辛料を使った飯を食ってるんだからな。大事な客が来るって噂だ。おっと、噂の出所は内緒だぜ。秘密なんだ。当ててやろう。ハラーだな。宮殿の衛兵の娘だ。なんでわかったの？水を取ってくるって言いながら会ってたのはお見通しだ。ハラーは優しい、いい友達だ。いつかもっと仲良くなるかもな。おい、バシム。真面目な話だ。彼女は厄除けになるだろう。うまく利用できる。じゃあな、セーフミ。やれやれやれ、遅刻だぞ。どれだけ待ったと思ってる。誰か飯を用意してくれ。待て、食べ物は。市場でそれを見せびらかすなよ。絶対に。ザイダの店に行ってこい。あそこはバターをたっぷり使うからな。そうだね。疲れてるみたいだな。大丈夫か？危険な仕事でもすれば元気が出るさ。依頼は？港に積み荷の台帳がある。台帳は何の価値もないが、中の情報は依頼主にとって貴重なものだ。子供の使いだ。もっと難しいやつはないのか？これじゃ役不足だ。思い上がるな。カリフの衛兵がこの辺りに山ほど集まっとる。それを肝に銘じとけ。バグダッドにいた頃よりも俺を心配するようになったな。今も昔も変わっとらんわ。それを隠せるほど俺も若くはないんだ。台帳をくすねてこい。もたもたするなよ。報酬の話がまだだったな。それは仕事が終わってからだ。連中のことは知ってるだろう。ひどいやつ。ま、伝言役だしな。で、あなたは使いっ走りってわけだ。こんな仕事一人でやってよ。カリフがね、兵隊と一緒に冬の宮殿まで行進してたんだ。兵隊は武装してたか？当たり前だろ、兵隊だぞ。剣を盗んでみたいな。兜でもいいけど。一人でやれるでしょ。結局積み荷はどれくらい届いたんだ？カゴが16、箱が1、カバンが6だ。台帳を確認したとき、カゴは3つだった。明日の夕方まで担当者を待って、来なかったら品物を忘れたと思った方がいいな。箱を開けて、めぼしいものがあれば保管し、残りは処分しておけ。なんだ？
れが目当てのものだ。この台帳にはどんな秘密が隠されてる？口うるさいデルビスに連中から手がかりを聞き出してもらおう。楽勝だった。その自信過剰ぶりは鼻につくね。監視の目を都市全体に置きたい。なんとかしよう。大物だ。報酬をあげてもらえば。おお、バシム、いいところに手に入れたか。ああ、もちろん。見せてみろ。連中の仲間か。なるほど。どうやらあの箱は今朝届いたようだ。それが目当ての箱なんだな。間違いなくな。報酬を。盗まれた品が必要なんだろ。任せてくれ。これまでの依頼は全部俺が受けてたんだ。お前の役目は終わりだ。もっとやれる。この仕事で仲間を二人失った。町のコソ泥がその二人より役立つとは思えない。仲間に入れてくれ。二人空いたんだろ。報酬はこれだけだぞ。どうも。いいかバシム、俺のところで仕事を続けたいなら口を閉じていろ。なんであんな恥ずかしい真似をしたの？なんだと？まるで物乞い。必死に振り向かせようとして。必死だってねえハル。俺の実力は確かだ。あの女は俺を雇えて幸運だろ。でも必要とされてない。バシムはしがないコソ泥なのに何を悩むの？どうしてその道へ進みたいの？それは俺がコソ泥程度で終わるつもりがないからだ。俺はこの世界で盗み以上のことをやれる。連中はまだそれに気づいてないんだ。惜しかったな、ジャジム。それは何だ？ああ、これ最近作ったんだよ。怒った商人から逃げるときに便利なんだ。あいつら品定め中に捕まえようとしてくるからさ。助かったと思うことにするよ。臭いぞ。何なんだ？うん、今日は港で釣りをしてたからね。釣れなかったけど。港だって箱のことで騒ぎになっていたんだけど、見なかったか？ああ、見た見た。ピッカピカの黒い箱。でかい衛兵たちが宮殿まで運んでったよ。ありがとう、ジャシブ。どうするつもり？連中は箱を狙ってる。俺がそれを取ってくれば認めてくれるはずだ。もう何を言っても無駄ってわけね。それなら二人でやろう。冬の宮殿で見つかったらすぐに殺されちゃうよ。安全な侵入口が必要だね。偵察できそうな場所の目星はついてる。つまりたまには私についてきてほしいってこと？無理に関わらなくていいぞネハル。お前の気持ちは分かってる。こんなの馬鹿げてる。でもバシムは止められない。だから私も同行してバシムが諦めるまで口を挟むよ。箱を盗もうだなんて、しかも冬の宮殿から。そんな風に言われると余計に燃えてくるな。もう行けるの？
行こう。こんな計画どうかしてるよ、バシム。これがうまくいって連中の仲間になったとしても、それからどうするの？私たちのことは忘れるわけ？そんなわけあるかね、ハル。連中と俺たちは同じものを求めてる。俺たちだけじゃない。見捨てられて残飯と泥水で生きながらえている他の奴らもだ。俺はそんな暮らしからみんなを解放してあげたいんだ。ジャシブだって才能を生かして本物の職人になれる。俺の父のような優れた人間が見捨てられず、子供たちも明日のことで不安にならずに済むんだ。言いたいことはわかるよ、バシム。けどバシムの思い描く世界は絵空事だよ。俺はそう思わない。あった、冬の宮殿だ。来て、こっちだよ。先に行け。じゃあここで夜を待とう。そこに立ってると昔を思い出さない？少し前、月明かりの下で戦利品を数えてたよな。ちょうどこんな風に。あの時より厳しいよ。でも宝はもっとすごい。お宝を手に入れるにもまずはその場所まで行かないとね。ここから見る限り何かいい方法を考えないと。正門から入ってみるとかな。そしたらどうなるか楽しみだね。どこへ行くつもりだ？いい考えを思いついた。何も案がないなら私に従った方がいいよ。待て。だいぶ暗くなった。来て。ネハル、ちゃんとついてきたんだ、バシム。賢明だね。お前は一人が嫌いだから。たまんねえ。すぐそこに兵たちがいる。あれは絶対うまいぞ。集中して。早いとこ先に進みたいんだけど。気をつけて。静かにしてろ。声を出すな。客人を見たか。変わった衣装を着てたぜ。口を閉じてろ。
この扉から中に入れるかも。鍵がないと無理だ。鍵ね。あたりを探して。鍵は見つかった？カリフは落ち着かない様子だ。息子も手に負えないし、どうしようもない。浮かれた坊ちゃんだ。宮殿は今回が初めてなんだろう。好きにさせておけばいい。要求に応じるまでな。どうせ遅い。着いたか。来い。そこを通って、カリフがお待ちです。賓客がお見えに。下がれ。私と彼らだけで話をする。父上、私も一緒に。連れて行け。重そうだね。宮殿からは持ち出せそうにない。それなら中身をいただくまでな。諸君、ようこそ。全て順調だ。この件が重要であることは十分承知している。安心するがいい。ここの警備は厳重だ。そうでなくては困る。我らは仕事に取りかかる。準備ができ次第戻る。備えておけ、カリフ。ああ、一度だけでも見せてくれんか、その中身を。守れというなら中身を知らねば。お前は何も見ていない。何も言わない。分かっているな。ああ、もちろんだ。今のは忘れてくれ。今ならいけるぞ。誰か来る。こっち。誰もいなさそうね。受けるなんて夢みたい。あのアーチを見て。あそこから削ったかけらを売ればたんまり儲かりそう。ひょっとして鶴橋持ってきてない？また宮殿。
いいかバジム、開けて取って逃げる。急いでよ。バジム。渡すのだ。まずい。私がどんな目に遭わされるか分かるか。よせ、悪かったよ。貴様のせいで。やめろ。こそこの不正が。そんな。急いで。ネハル待て。父上。捕まえろ。ここを封鎖する。誰か遊びに来てくれたら。どういうつもりだ。ネハルを探そう。家に戻ってるかも。バジム、ネハル。そうではない。大丈夫か。
よかった、話を聞きたかったからな。どういう意味だ。何があったか話せ。黙っててもいいことはないぞ。黙ってるんじゃない、見たことを説明できないんだ。物体だ、それに何かをされた。どこか別の場所にいて、寒く恐ろしい場所に。カリフに首を締め上げられて気づいたら、あれは事故だったんだ。ああするつもりは、ただ助かりたくて。お前を連れ出さねばならん。西の波止場に船を用意した。なんだって、俺は行けない。ネハルを探さないと。落ち着いて考えろ、バシム。カリフの衛兵が殺人犯を捜索している。お前に似た若い泥棒だ。お前を見つけるまで捜索は終わらないだろう。もし見つかれば、お前が放り込まれるのは牢獄ではなく浅い墓穴だ。これはやり直しの機会だ。いいな。ネハル、デルビス、みんなが危ない。兵士たちが俺に似た奴らを捕まえてる。